ありがとうこんにちは。ゆひこれです。それでは今回なんですけども、iPhone でついに楽天エディが利用可能キャッシュレス、消費者還元などで役に立つ iPhone 専用アプリが登場ということで、今回はなんとあの楽天エディで iPhone 向けのアプリが登場したので、まあ僕も実際にインストールして試したりしたので、まあそれも含めてサクッと解説していこうと思います。ちなみにこの楽天エディ自体は僕の動画では何度か取り上げたことがあるんですが、楽天の電子マネーのサービスですね。よくスマートフォンとか専用のカードでチャージしたり、決済したりするときに利用されてます。 ま特徴的なのは決済した時にシャリーンという音が結構耳に残りますね。早速今回リリースされたアプリなんですが、名称としたら iPhone 専用のエディカード用楽天エディアプリというものになります。 主な特徴としたら、こちら、楽天エディの残高を直近6件まで利用確認ができたり、あとは楽天エディや、あとはその加盟店などで開催されるキャンペーンに参加して、ここで付与されるエディの受け取りが可能となります。そして、題名にもありました、まあ、現在政府主体で実施されているキャッシュレッショ者還元で還元されるエディに関しても、このアプリ上で受け取ることができます。まあ、これを見てすでにお気づきかもしれませんが、このアプリが配信されたことで、iPhone 単体で楽天エディの決済が ででででききるるといいいうわけははありままません、まあ、詳細にについてて省すすすが iPhone で楽天 AD で決済する方法も公式ページには記載されています次にこの楽天 AD の専用アプリを使うための対応機種なんですけども今出てる通りですね。ハードウェアだったら iPhone は7以降、そして iPad とか iPod Touch は対象外となります。そして OS は iOS13.1 以上ということになりますね。まあ、今回は iOS というよりは iPhone、その中でも NFC の機能が搭載されている端末が専用ということになりますね。 今回のこのアプリの最大のメリットっていうのは、キャンペーンなどで付与される楽天エディの受け取りがめちゃくちゃ楽になる。これに限るのかなと思います。まあ、ちょっと先ほどもお伝えしたんですけども、まあ、これまでそのキャンペーンなどで付与された楽天エディっていうのは、例えばファミリーマートのファインポート、あとは所定のスーパーとか楽天モバイルなどの、まあ、決まった場所でないと特典受け取ることができなかったんですが、今回は楽天エディのカードと先ほどお伝えした条件を満たしている iPhone があれば、特典の受け取りがこのアプリ内で簡単にできます。それでは早速このアプリ アプリの使い方なんですが、まずは iPhone から App Store にアクセスして楽天エディのアプリをインストールします。インストールしたらこのような画面が表示されるので、下の始めるをタップ。 次にスキャンの準備ができましたと出てきますので、この時に楽天エディのカードを準備してください。僕の場合は楽天のクレジットカードが楽天のエディの機能もついているので、今回はそれを使います。画像にも出ているようにスマートフォンをカードにかざすと、こんな感じにエディのカードを読み取りましたと表示がされれば OK です。めちゃくちゃ簡単ですね。アプリの中身を簡単に見ていこうと思うんですが、真ん中に出ている通り、現在受け取れるエディがありませんと出ています。もし何か特典などがあれば、ここから受け取ることができます。 あと、この左上のメニューバーをタップしたら、こんな感じに楽天エディに関するお店の検索であったりとか、キャンペーンを知らすなど、それぞれタップしたらブラウザ画面に切り替わって確認することができます。以上がこのアプリの解説となります。 ま、そんなこんなで今回は iPhone 専用ではありましたが、楽天エディのアプリについて簡単にお伝えさせていただきました。まあ、先ほどもお伝えしたようにこのアプリの特徴っていうのは、キャンペーンで付与された楽天のエディを受け取ることができる便利なサービスですので、よくエディを利用される方は使ってみるのもいいのではないでしょうか。一応下の概要欄に公式ページ、そしてアプリをインストールするリンクも含めて貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。